えでは、ここからワークショップ、レーベルライツホルダーのための DX 入門を始めたいと思います。えー、よろしくお願いいたします。えー、まず私ですが、株式会社 X の田辺と申します。 今、弊社 X で取り扱っているインディーズアーティスト、それからレーベルさんのコンテンツを各 DSP さんへ直接デリバリーという形でディストリビューションさせていただいております。DSP さんを追加する際にデリバリーフィードの開通が必要になるんですが、その際のインテグレーション部分を主に担当しております。はい、本日ですが、 まず背景として、今 DDEX を採用されている DSP が非常に多いです。弊社、まだ DSP30 社ぐらいではあるんですけれども、95%は DDEX を使っております。ですので、DSP での配信は DDEX 形式のメタデータが必要になるという背景もございます。 本日のワークショップでは DDEX データをベースにしたメタデータ管理についてお話ししたいと思いますが音楽データの源泉であるライツホルダーさんにお役立ちするよう一緒に考えていければと思いますのでよろしくお願いいたしますまず本題に入る前に DDEX はどういうものかということに少し触れておきたいと思います DDEX は,い、は2006年に設立された非営利の会員制組織でしてデジタルバリューチェーンの標準化を中心に活動している共同事業体コンソーシアムになりますですので DDEX っていう人たちがいるというよりかはここにいるような DSP であったり レコード会社レーベルそれからディストリビューターや出版関連の方々が集まって課題解決のための標準化に取り組まれているというのが実態に近いと思いますこの絵は DDEX のサイトから持ってきただけのものなんですが本日お話しするメタデータ以外にもですねセールスレポートであったり スタジオワークや著作権周りなんかもそれぞれのワーキンググループを作って対応されているというのが DDEX です。で、実際どこでよく使われているかといいますと、ここですね、ここ。DSP へデータをお渡しする部分になります。 最近ですと、ディストリビューターさんを使う機会が増えてきているかなというふうに思いますので、えー、まあライツホルダーさんから見るとですね、まあ、少しここに距離感がありますので、えー、普段触れられる機会というのは少ないのかなというふうに思いますが、実際にはまあこの部分でほとんどの DSP が使っているという状況です。 でこれが実際の DDEX のデータになるんですが、えー、まあこのような XML 形式のデータを DSP へデリバリーしていますで。このメタデータの構造を定義しているのが DDEX で、まあ、多くの DSP が採用されているという状況でございます。はいえー、では、ここから本日の本題に入っていきたいと思うんですが、 えー、今日は3点をピックアップしてお話ししたいと思います。えー、1つ目がアーティスト情報になりまして、えー、2つ目は英語表記についてで、最後3つ目にストリーミング許諾と権利申し立て許諾、えーま。権利申し立てはコンテンツ ID と思っていただいて大丈夫です。えー、ではまずアーティスト情報からいきたいと思います。 はい、このセクションでは、カエデランプというアーティスト情報を使っていきたいと思います。これ、実際にタワレコさんからお預かりしているコンテンツなんですけれども、今回はコラボしたタイトルでの情報例になります。ここでは、形の違うデータサンプルを2つ用意しておりまして、 まずケース1ですが、まあ、こちらはタイトルに対して、表示用アーティスト名でカエデランプというデータを持たせています。で加えて、カエデというアーティストと、まあ、ランプというアーティストをそれぞれ持っているデータサンプルになりますで。ケース2の方なんですが、こちらは表示用アーティスト名というデータを持たずに、 えー、カエデランプというアーティストを一つ作っているデータサンプルになります。でこれを実際に DSP にデリバリーするとなんですが、まあ、このような、えー、ストア表示になります。まあ、ここは DSP さんによっても違いがあるんですが、えーまあ、これの特徴は、えー、まずカエデというアーティストページに、えー、今回、 コラボしたアルバムが表示されます。でさらに、えー、ランプのアーティストページにも、えー、コラボしたアルバムが表示されますで。それぞれのアーティストのページから、えー、アルバムページに遷移することができまして、えー、このアルバムページでのアーティスト名がカエデランプというふうになります。まあ、これ、すごくシームレスにページ遷移できる感じと、 えまあコラボした魅力といいますか、まあ、相乗効果を訴求するような見せ方かなというふうに個人的には思います。えー、では対してケース2の方なんですけれどもこちらはまあこのような表示になりまして、えー、まず「カエデランプ」というアーティストページが作られ、まあ、この中で今回コラボしたアルバムが表示されます。 でこのアーティストのページから、えー、アルバムページに遷移するんですが、えーまあ、ここからしか、えー、行けないといいますか、まあ、道が1本しかない状態になります。まあ、ですので、まあ、ちょっと横のつながりとしては少し薄くなってしまうのかなというような感じになります。でケース1のデータを使った場合は、えー、これ、どちらの、えー、と表現も 作ることができます対してケース2の方なんですけれどもこちらはこの下の方の表現しかできないものになりまして DDEX はケース1の方を推奨しておりますで実際にデータでイメージを見るとこのような形になりましてまず表示用のアーティスト名をデータに持ちましょうと。 まあこれ DX で今必須になっております。で、アーティストは、えー、アルバム情報とまあ関係性を持たせて、まあ、アーティスト情報として1位に管理します。で、アーティストの役割をアルバム情報の方に持たせます。これまあメインとかフィーチャードとかそういったものになるんですが、えーまあ、役割はアーティスト情報に持たせないんですけれども、まあこれは、えー まあこのカエデが、まあ、このアルバムにはメインで参加してるんですけど、まあ、別のアルバムにはフィーチャリングで参加することもあるでしょうし、えーまあ、もしくは作詞家で参加されたりっていったこともあるかと思いますので、えー、あくまで役割というのは作品の方に持たせるという形になります。 で最後にアーティストの管理 ID にイズニーを使えると、まあ、これがパブリックな ID で1位に管理することができますので、えー、まあ今後グローバルに展開していくときに、えー、まあデータがどこにあってもあ、このアーティストなのねっていうことが分かるようになりますので、まあ、今後大事になってくる要素の1つなのかなというふうに思います。はい では続きまして、英語表記に行きたいと思います。ここではです、ね、取り扱っている DIY アーティストの一寸先闇バンドを例にしていきたいと思います。このように日本語と英語を持たせたデータを例にしていきたいと思います。 えーとですね、まず、マルチ言語に対応されている DSP さんの場合なんですけれども、えーまあ、日本語と英語を合わせてデリバリーした場合に、えー、日本語でストア表示していただいたり、えーまあ、英語でストア表示していただいたりというハンドリングをしていただけます。でまあ、これ見ると、ですね、まあ、やっぱり英語圏の方には、英語で表示できた方がいいかなというふうに思います。 まあ考え方はここいろいろあるとは思うんですけど、まあ、私は日本人なんで日本語に全く違和感ないんですけどうん、まあ、アラビア文字見るのと似たような感覚になってるかもしれないですよね。私は勉強不足で呪文にしか見えないですよアラビア文字がで。あとそもそも打てないですからね。まあ、やっぱり少しでも探しやすくなる点では、まあ、英語表記っていうのは大事かなというふうに思います。 で続きまして、えー、マルチ言語に対応されていない DSP さんの場合を見ていきたいんですが、えーまあ、2つ例を用意していますで。マルチ言語に対応していないっていうのは、まあ、DSP の方で、まあ、言語を1つしか、えー、表示できないっていうものになります。でまず、ケース1の方からいきたいんですが、えー、これはパンドラですね。えーまあ、北米でサービスされてるんですが、 まあここにこの日本語と英語を、えーまあ、合わせてデリバリーした場合に、まあ、何が、どちらが表示されるかっていう話なんですけれども、これは、英語が表示されます。で、これはですね、えーとまあ、パンドラ側が英語を第一優先して表示するっていうロジックなんですね。 えなので、まあ、日本語と英語をまあ合わせて送ると、まあ、英語の方がストアに表示されるということになります。えー、なので、まあ、この場合ですね、まあ、権利者さんの方のまの、あ、いわゆるマスターデータの管理の段階で、まあ、海外用に英語のみのアルバムを作って別管理とかっていうことはしなくても大丈夫です。というか、この場合はしない方がいいかもしれないですね。 でまあ、このようにまあ英語を第一優先して表示する DSP というのがまあ他にもいます。はいえー、で、まあ、次、ケース2の方に行きたいんですけれども、今度は t e n ン e n t ですね、まあ、中国でのサービスになります。でこれ、同じように、まあ、日本語と英語のデータを送った場合に、まあ、これ、どちらが表示されると思いますかね。 とこれは日本語が表示されます。でこれはですね、まあ、中国とか、まあ、アジアだからっていう理由ではなくてですね、まあ、テンセントが ISRC を見て適合する言語を表示するっていうロジックになってるんですね。ISRC のまあ頭2桁が国コードになっているので、 えーまあ、この場合ですと、まあ、日本語が、えー、取得されて、ストア表示されるっていう形になります。まあ、なので、えーまあ、この場合は、英語を表示したい場合、まあ、英語だけのメタを送る必要があります。まあ、やっぱり ISRC は変更できないと思いますので、えー、英語だけ送らないと、英語が表示されないことになります。ただですね、これちょっと言い換えると、 まあ、DSP に渡すデータが英語のみになればいいので、まあ、じゃあ、権利者さんの方で持ってる、えー、マスターデータの段階で、じゃあ別の英語用のアルバム作って管理するかっていうと、まあ、そこはちょっと、なんていうかな、検討の余地があるのかなというふうに個人的には思います。まあうんまあ、個人の意見ではうん、やっぱりその権利者さんのマスターデータの段階では、 1まあ一個きれいなデータとして持っておいて、まあ、DSP さんに渡すところで英語だけにするとかっていうようなハンドリングができれば、まあ、特にですね、元根っこのデータから別に分けて管理するとかっていうことはしなくていいかもしれないです。まあ、元のデータがきれいに揃っていると、 うんまあ、システムである程度ハンドリングしてデリバリーするとかっていうのは、まあ割とできるかなというふうに、個人的には思います。でこうただ、スポティファイさんだけやっぱ課題がありまして、えー、これ、スポティファイもタイトルは ISRC を見て適合する言語を取得するっていうロジックになっているんですね。 えー、でただまあ配信のエリアが、まあ、日本含め全世界っていう形なので、えーまあ、先ほどと違って、まあ、日本語を送らないっていうわけにもいかないっていう状態なんですよね。まあ、なので、まあ、この場合はちょっと現状は、まあ、日本と海外用で、まあ、アルバムを分けて、まあ、デリバリーとか管理するしかないかなっていうふうに、えー、思います。 一応なんかマルチ言語に対応する予定があるというか、まあ、導入する予定もあるんで、まあ、アルバム分けてデリバリーしないでね、みたいなこともちょっと言っていたんですが、まあ、ちょっといつになるかわからないので、まあ、ここはちょっと課題があるかなっていうふうには思います。はい。 でまあ、この英語表記の d d ク x データでのイメージに関しては、まあ、これ、先ほどのアーティストと形変わってなくてですね、えーとまあ、それぞれのタイトルとか、アーティストにまあいろんな言語を持ちましょうっていう形になっているので、まあ、データの形としては特に難しいものではないかなというふうには思います。 でまあ、ストア表示を考慮すると、まあ、英語表記といいますか、まあ、多言語を持たせておいた方がいいのかなっていうふうに思いますし、えーまあ、権利者さんの、まあ、マスターデータの管理では、まあ、特別な理由がない場合は、うん、あまり DSP やストア表示を意識しない、まあ、純粋なデータで管理されている方がいいかなというふうに個人的には思います。 はい、えー、では3番目、えー、ストリーミング許諾と権利申し立て許諾に行きたいと思います。そうですね、この話は、えーと、まずストリーミングに関しては、アルバムトラックに対して許諾情報を持っている形になります。 許諾って言ってるのは、まあ、ストリーミングでいな、えー、何月何日から配信していいよとか、配信テリトリーはここですみたいなものを指示、えー、する、えー、情報のことを指しています。で、えーと、例えば左のシングルは1曲目にサマータイムルールっていう曲があるんですが、まあ、右側のアルバムになったときに、まあ、4曲目にもサマータイムルールっていう曲が入ります。でこの場合は、ストリーミングの 配信指定としてはそれぞれにいついつからっていう情報を持たせる必要があります。まあ、対して、で権利申し立ての方に関しては、サウンドレコーディングに対して情報を持つことになりますので、 えー、上のサマータイムルールっていうのは、まあ、同じ ISRC の曲なので、えーまあ、これ1個に対して、まあ、何でしょう収益化するとか、まあ、ブロックするっていう情報を持つことになりますなので、えー、単位が少し違うっていうところですかねここのポイントはで、えーまあ、アルバムトラックのトラックにサウンドレコーディングの情報を持たせると いわゆるる配信のの許諾と権利申し立ての単位をえしこのようにトラック1にサウンドレコーディングの情報を持ちアルバムの方にもトラック4にサウンドレコーディングの情報を持つような形で管理しているとストリーミングの配信許諾はそれぞれに。 持たせるので問題ないんですが、まあ、権利申し立てに関しては、まあ、これ1個のサウンドレコーディングなんで実態は、えー、それぞれに持ってしまうと、えー、まあ単位が合ってなくてで、これ何起きちゃうかっていうと、えー、まあシングルを、えー、の時は収益化ってやっていたんですが、まあ、仮に誤ってですかね、まあ、アルバムの方でこれ、えー、ブロックってやると、まあ こっちだけじゃなくて、まあ、このサウンドレコーディングに対してポリシーの適用が変わってしまうっていうことが起きます。DDEX でこの辺の表現をしていくと、先ほどと違う形になるんですが、まずトラックは、まあ、サウンドレコーディングを収録する箱としてだけデータを用意しておきます。 で、サウンドレコーディングは、まあ、サウンドレコーディングの単位で、えー、1位に管理をし、えー、することで、まあ、こ,れこの曲が、まあ、トラック1にも、まあ、シングルのトラック1にも入っているし、えー、アルバムのトラック4にも入っているっていう状態が作れると、えー、ストリーミングの方はシングルに対して、えー、いついつから、まあ、アルバムに対していついつからっていうような形が取れて えーまあ、サウンドレコーディングに対して、まあ、権利申し立てでどうしたいかっていうものを管理することができるので、まあ、これで単位が揃うことになりますでこの辺から少しまとめに入っていきたいんですけれども、えーまあ、ここまでの話を d d ク x データで表現した、まあ、全体のイメージになります一、まあ、つ前の 絵から変わってるのは、うーんまあ、ここですかね、まあ、アーティストの情報をさらに加えていますっていうところでして、えーとまあ、アーティストは、えーまあ、アルバムにも、まあ、もちろん関係性、まあど、アルバムのどのアーティストっていう話もありますし、まあ、サウンドレコーディングの方にも当然このアーティストっていうものがあ,れありますよねっていう形ですかね。でえーと サウンドレコーディングは、えっとまあ、アーティストだけじゃなくて、えー、例えば作詞とか作曲みたいな、まあ、コントリビューターの情報も、えー、あると思いますので、まあ、そういった、えー、コントリビューター、まあ、クリエイターのものも、まあ、ここで一位に管理できるようになると、えー、いわゆるクレジットの、まあ、ただのテキストデータから、先ほどの ID 管理の話にもつながるんですが、 1>, まあ1人のクリエイターとしての管理に、えーまあ、アップデートできるっていうことにはなります。あとまあ最近 DDEX で議論されてるアジェンダですと、まあ、やっぱりイマーシブオーディオは結構話されてるかなっていう感じで、まあ、今の DDEX の最新のバージョンが4.2っていうやつなんですけど、まあ これでもう扱えはするんですが、まあ、DDEX の人的にはなんかまだハーフウェイだっていう話で、えー、次の新しいバージョンでもっと完璧にするみたいなことをおっしゃっている感じですね。あと、ポッドキャストも話題として上がってたんですけど、まあ、これはどうなんですかね。まあん、えーまあ、あまりこう、一つまとまったルールみたいなもの なものがないまま一応進んでいる状態かなと思うので、まあ、ここをちょっと見直そうというか、まあ、標準化していこうみたいな動きなのかなというふうに思ってます。でまあ、その他は今、あと細かなものですかね、まあ、ここで話す流動だとかなり細かで、どっちかっていうとまあシステム目線でのまあ最適化みたいなところをまあ取り組んでいる感じですかね。はい えー、なので、えーまあ、DDEX もどんどんバージョン変わっていっちゃうっていうのもそうなんですが、まあ、テクノロジーの進化とか、まあ、新しいサービスの登場で、まあ、今後も変わっていっちゃうのでやっぱデータの持ち方っていうのも常に変わっていってしまうものかなというふうには思います、まあ、ですが、まあ、本日の内容は、まあ、音楽データとしては割と骨子になる、まあ、普遍的な要素とか構成なので この部分を押さえておくと、まあ、変化への対応もしやすくなる部分があるのかなというふうに思います。やはりベースがない中で、新しいものに対応していくっていうことの方が、ハードルが高いかなというふうに思います。でまあ、ストリーミング、まあ、今のストリーミングもそうなんですが、まあ、今後も考えると、データの重要性が高まることに疑いはないかなと思いますので、メタデータの部分においても管理が重要になってくるものだと思います。 これ実際やるとなるとすごく大変なんですけれども、うん、まあやって得することはあっても損することはないのかなっていうふうに思います。はい。本日はまあ以上になるんですが、えっと、ちょっとここで話せなかったようなことですとか、えっと、私もなんか皆さんのご意見を伺って、えー、より良いものにしていきたいと思ってますので、えー、あのお気軽にご連絡いただければと思います。えー、ありがとうございました。